ユードリナの軍隊定数軍隊とは単細胞生物的細胞からなる特殊な軍隊の型である細胞軍隊とも言われる。軍隊とは一般には無症生殖で増えた個体が独立せず互いの連結を持ったままで集団を成したものである。植物の場合株立ちなどもそのようなものではあるがこれを軍隊と呼ぶことはない。藻類では独立した。 養状態が多数集まったものがこう呼ばれる。ところが、藻類の中に、やや性質をことにした軍隊と呼ばれるものがある。代表的なのが、ユードリナで16個の球形の細胞が、球形の寒天室の内部表面に並んだものである。個々の細胞は弁毛を持ち、単細胞のクラミドモナス等とよく似た構造を持っている。したがって、 そのような単細胞生物の作る軍隊と見ていいので、あるが大きな違いは、も体の成長につれて細胞が増えないことである。普通の軍隊ならば、も体は成長するにつれて細胞も大きくなるが、細胞数が増加するのが普通である。それに対してこの生物では軍隊を構成する。細胞数は始終変わらない。ユードリナの軍隊で、それぞれの細胞から、 娘軍隊が形成された状態これはこの生物の生殖法の独特さから来るものである。ユードリナが無性生殖する場合、軍隊を構成する細胞すべてが同時に細胞分裂を始め、それぞれが16細胞に分かれて小さな軍隊になる。つまり個々の細胞が新しい軍隊を作るのである。このような特殊な軍隊を定数軍隊という。定数軍隊は 単細胞生物的な細胞からなる軍隊である。個々の細胞の独立性はかなり高く、例えば軍隊が壊れても破片になった細胞数の少ない状態でも生き続ける。また、戦術のように無償生殖時には個々の細胞がすべて新しい軍隊を形成する。そのため、軍隊を構成する細胞数はほぼ決まっており、その成長によっても、 細胞数が一定のままである。これを定数軍隊と呼ぶのはそのためである。単細胞生物の軍隊の意味で、細胞軍隊という名が使われることもあるが、単細胞生物の軍隊が全て定数軍隊なわけではない。例えば同じく有色弁網中で軍隊を作るものに、元寄せ髭虫ンユラがあるが、この生物では、個々の細胞が二分裂している。 元寄せヒゲムシは普通の軍隊を形成している。ボルボックス目のものでは定数軍隊の形にはっきりとした進化の系譜を見ることができる。ユードリナやゴニウムなどでは細胞数やその配列に違いがあるが、基本的には同型の細胞が集まって軍隊を形成している。プレオドリナでは軍隊の中で細胞の大きさに分化が見られ、それによって軍隊に前後の区別がある。 最も発達しているのが、大ゲ周りで、外側に並んだ栄養細胞と内側に入り込んだ生殖細胞とが分化している。その点で大ゲ周りは多細胞的とも言える。なお、これらの軍隊を形成する個々の細胞は、クラミドモナスによく似ている。クラミドモナスをこの目に含める説もある。また、大ゲ周りは多細胞動物の起源のモデルと考えられたこともある。 ヘッケル派の動物系統論では、多細胞動物の起源は、いわゆる包廃の形の外側に弁網を並べた中空の細胞群と考えたためで、これに一番近い原生の生物の一つが大ひげ周りである。蒸気のように大ひげ周りでは現に細胞の分化が見られるから、この考えを一層強めることとなった。しかし、現在ではこれらの間には、 強い類縁関係はないものと考えられている。細胞群体と呼ばれるものは、分類群としては、以下の2つに絞られる。いずれも、緑藻綱に所属する。前者は戦術のように弁毛を持つ僧類で、無償生殖時には、個々の細胞がに分裂を繰り返し、それぞれが新しい群体を作る。属によって、細胞数と、その配置が異なる。ボルボックスでは、 生殖細胞が分化するが、その軍隊の作られ方は、ほぼ同じである。上、イカダモ類産志向者は運動性のない藻類で、イカダモは、細胞が列をなして、配置。勲章もではほぼ円盤状に配置。網見泥では、袋状の網の形になる。いずれも細胞は互いに密着しているため、一見すると多細胞藻類に見える。それらの無償生殖は、さらに特殊である。 これらの総類では、細胞内で核が分裂し、多角になった後に、それらが有層細胞となり、わずかの時間だけ運動をした後に、それらが軍隊の形に集合する。結果的には、個々の細胞がそれぞれに新たな軍隊を形成するが、その間に多数の独立した有層細胞となる点が奇妙である。なお、アミミドロでは、成長段階で核が分裂して、 次第に高くとなり、それらが娘軍隊の個々の細胞となるので、その軍隊を構成する細胞数は必ずしも一定ではない。それでも成長途中で細胞数を増やさない点は同じである。後者の場合、一旦はバラバラになった細胞が改めて集合する点では、細胞性年金にも似ている。全体としてみると、この二つの総類は軍隊のあり方には、 共通点があるが、その成り立ちには大きな差がある。これらは多細胞生物との関連により、むしろ原生生物に見られる細胞と個体のあり方の多様性の中で考えるべきものであろう。ありがとうございます。